ジャンルヤモンはフランスの画家である。ネオ・グレック様式の画家である。現在のコートイコールダルモール県のプルーアで生まれた。はじめ神学校で聖職者となるための教育を受けるが、画家になる気持ちが強まり、家族の反対にこうして画家への道に進むことになった。19歳でパリに移り、故郷の町から与えられた少ない奨学金だけで修行を始めた。パリでは、 ポール・ドラ・ローシュやシャルル・グレールの指導を受け、1849年にサロンド・パリに出展したが、十分な評価は得られなかった。画家として評価が得られなかった間、セーブル国立政党所で陶磁器のデザインの仕事で働いた。アモンのデザインした陶芸品が1851年のロンドン、万国博覧会で賞を得て注目され、1852年に再びサロンに、 絵画の出展をはじめ、その年、作品の一つがナポレオン3世に買い上げられ、1853年には3位のメダルを受賞するなど成功した。1855年のパリ万国博覧会にデザインした陶器と共に絵画も出展し、入賞した。古代イギリシャとローマへの関心が高まった19世紀半ばのフランスに現れたネオグレック様式の画家として知られる。 ファムズ・ロメインズ・ラ・コメディ・ユメーヌ、ありがとうございます。